コラボ YouTube 企画を行うことになりました。エネルギー上がってないなっていう時にどういうふうに対処したらいいのかっていうことをお話ししたいなと思うんですね。僕たちが生きるという目的を達成させるために一番大事なのがこの皆さんこんにちは。世界で活躍する竜使いドラゴンマスター慎吾です。今日も YouTube 始めていきます。レッドです。おめでとうございます。今日も僕が作りましたこちらの竜の置物竜ちゃんと一緒にお送りしていきたいと思います。で、本題に入る前にですね、皆さんにぜひお知らせしたいことがございます。実はですね、癒しフェアでご一緒させていただきました、スピチューバーのミコさん、それからスピリチュアル YouTuber のキコさん、両方ですね、なんと YouTube 登録者数8万人というですね、まあ、スピリチュアル業界ではナンバーワンお二人、その二人でとですね、なんとこの度、コラボ YouTube 企画を行うことになりました。テレビでおめでとうございます。何かというとですね、もうすでに撮影は終わってるんですけれども、僕のこの YouTube の番組にミコさんが来てくださいます、それからキコさんも来てくださいます。2人で対談を撮っているんですけれども、その動画がですね、ミコさんとの対談が12月12日、そしてキコさんとの対談が12月19日前編、22日後編というですね、日にちに皆さんにお届けできます。そしてミコさんの番組に僕が出て、キコさんの番組に僕が出る、そして同じ日にですね放送が決まってるというですね、まあなんとも豪華なこのシャッフリングコラボですね、ぜひですねミコさんの YouTube に行っていただいて、こちらですねネオスピのチャンネルに行っていただいてチャンネル登録をしていただきたいですし、さらにはキコさんのこちらのですね、風好きの本をですね書かれてるキコさんの、YouTube に行ってチャンネル登録をしていただいてっていう感じ感じでね、もうみんなで仲良く風の時代を作っていこうぜっていうね、スピリチュアル業界を盛り上げていこうぜっていう、そういう企画をやってますので、ぜひ楽しみにして待っててくださると嬉しいなと思います。さあということでね、今日の放送なんですけれども、さあこれからですね12月に入ってくるっていう中でね、なんかやっぱりちょっとこう季節の変わり目だったりとか、来年に対してのこう期待感とかね、いろいろあると思うんですよ。で、何かこう変化する時っていうのはすごくポジティブな気持ちも出てくるよね。ワクワクする、来年5の虎年だ、36年に1回の5の虎年だ、金運が爆上がる年なんだ、いや嬉しいなっていうワクワクする気持ちもあるけれども、一方でさ、今年のうちに終わりにしておかなきゃいけないとか、今年なんかやりたかったことがなかなかうまく進んでないからちょっとこう焦ったりとか、あとは不安になったりとかね、その会社勤めの方も、それからお子さんがいらっしゃる方も、なんか気がそぞろになっちゃって不安だったりとか焦りだったりとかっていう人が、そういうネガティブな感情をね感じてらっしゃる方が、まあ少し多いんじゃないかなっていう感覚が僕に来てまして、今日はですね、大安心デラックスということで、そのまずですね、このネガティブな気持ちというか、自分がこうなんかちょっとこうエネルギー上がってないなっていう時にどういうふうに対処したらいいのかっていうことをお話ししたいなと思うんですね。ネガティブな気持ちって抱いちゃいけないわけじゃないんです。まず基本の、知識としてね、ネガティブな気持ちを抱くっていうのは生きてるってことなのね。生きてるってことです。なぜそう言えるのかというと、人間ってさ、もともとこんな社会がこう発達してない、それこそ縄文時代とかそれより前の時代って、もう生きるっていうことだけが一番の目的だったんですよ。今ではね、お金を稼ぎましょうとか、自分の好きなことやりましょうとか、恋愛しましょうとか、いろいろその人間の社会的文化的な目的があって、生きがいとか、自分の自分らしさとか、そういったものがすごく大事になってきてますけれども、もう昔の昔はそういったことなんて頭にすらなかった。生きがいとか自分らしさとか、そんなこと考える暇もなかった。外敵から身を守り、そして自分たちが生き延びて、そして子孫を繁栄させる、そういったことだけが一番の目的だったわけだよね。で、その、目的を叶えるためのこうなんていうのかな、生存をこう続けるシステムみたいなのが僕たちにずっと残ってるんですよ。
ね、文明は発達してるんですけど、僕たちの脳って未だにその古い部分があって、だから自分の身を守るとか、自分の命をこう続けるとか子孫繁栄させるとかっていうことを目的にするシステムが僕たちの中にあるのね。で、その自分たちが生きるという、ね、僕たちが生きるという目的を達成させるために一番大事なのがこのネガティブな感情なんですよ。だってそうじゃない？ネガティブな感情がなかったらみんな明日絶滅してますよ。ネガティブな感情がなかったら、ね、明日例えば起きてね、全世界中の人からネガティブな感情が消えた、そしたら多分ね滅亡すると思います。なぜかというと、だって空飛びたいって言ったらみんなビルからみんなバーンって飛んでうわーっつって死んじゃうし、ね、イエーとかっつってあの赤信号でもなんだそれって言って走ってったら車に轢かれちゃったりとか、ね、美味しそうって言って毒キノコいっぱい食べて死んじゃうとか、そういうね、ごめんね、なんかちょっと例えの話だよ、例えの話で、まあ、つまりさ、僕らが危険を回避するっていう、ちょっとそれ怖いなとかやばいなとか、ここ立ち入っちゃいけないなとか、毒キノコ食べちゃいけないなとか、赤信号止まんなきゃいけないなっていう、そういうネガティブな気持ちがあるからこそ僕たちは生きていけるっていうね、命を守られてるっていうことがあるんです。だから僕こういうふうに考えようとして考えてるんですよ。ネガティブな気持ちが出た時、生きてるってお、ちゃんと機能してるって、生存持続機能がちゃんと機能してる、生きてるっていう風に思ってるんですね。だから皆さんこれ見ててる人もね、もしね焦りとか不安とか、何その怒りとか落ち込んだりした時はね、まずね生きてるって思ってください。そして自分の命に感謝して、ああなんてありがたいことなんだろう、こんな風に自分の命を守ってくださって生きてる感覚を与えてくださって、ネガティブ感情さんありがとうございますっていう風にね、まず思うこと、うん、あ、ちゃんと生きてるんだね。そしてこう思ってください。あ、大丈夫だ、うん、大丈夫なんだよ、だってネガティブな感情がなかったら死んじゃうんだから、あ、私大丈夫なんだって安心してほしいんですね。うん、で、僕よく YouTube でワクワクしようとか、ポジティブな感情になりましょうとかね、元気出しましょうとかね、そういうこと言いますけど、でもそうなれない時もあるわけですよ。そんな時ね、ネガティブな感情を否定しないでほしいんですよ。で、ネガティブな感情ってすごく不思議なもので、マイナスなものをマイナスで打ち消そうとするとさらにマイナスになっちゃうのね。例えば、あ、落ち込んでるって思ったらとするじゃん、自分が、あ、落ち込んでるな、嫌だなこの感情って思うとするじゃん。でも落ち込んじゃダメだっていう風に、こうその落ち込んでいる感情を消そうとしちゃうとさらに落ち込んじゃうっていう、もうマイナス感情のこの理屈はそうなってるんですよ、ね、算数だとさ、マイナス1かけるマイナス1イコールプラス1なんだけれども、この感情のことに関してはですね、マイナスかけるマイナスがプラスにならないので、マイナスかけるマイナスがさらにマイナスになっちゃうっていうことなので、まずね、感情を否定しないってことなのね。ネガティブになってる自分を否定しない。だから、あ、生きてる、大丈夫っていうふうに思ってほしいんです。でね、さらに、この感情をですね、ネガティブな感情を感じきってあげると安心してくれます。自分というのは、自分がね、安心してくれます。これよく聞きません？感情は感じきると消えるとか、感じきるんだよとかって、よくねスピリチュアルな本とか、そういうことを言う YouTuber さんとか、スピリチュアル YouTube の人とかね、講演家の人とか作家の人とかいるじゃないですかね。だけどこの感じきるって何って思ったことありませんか？ネガティブな感情を感じきるって何って僕はね思ったことあるんですよ。そういう本を読んだ時に、ね、ネガティブな感情を感じきった方がいいですよって書かれてて、感じきるって何っていうね、まず感じるってことがよくわからない、ね、ね、なんか嫌な気分になった、なこれ感じてるよ、もうすでに感じきってんじゃん今みたいな風に思うんだけど、この、ね、感じきるっていうのはもうちょっと違う言語で言うとね、時間を取るっていうことなの。時間を取る、ね、で時間を取るってどういうことかというと、ネガティブな感情が出てきて、あ、不安だなって思ったら、大体みんな無意識のうちに消すんですよ。あ、不安に思っちゃいけないって、うん、ポジティブにならなきゃいけないって思うから消すんだよね。だから不安の感情と一緒にいる時間って数秒、もしくは0コンマ何秒、 0.5 秒ぐらい、不安だな、あ、ダメっていう、こういう感じなんだけど、時間を取るっていうのはどういうことかというと、不安だな、不安だな、
楽しくなってきた。不安だな。不安だなっていう風に、不安な感情と一緒にいる時間を作ってあげるってことなのね。感じ切るっていうことは、うん、その気持ちにフォーカスを当てて、意識を向けて、心を向けて、そしてその感情と一緒にいる時間をしっかりと設けてあげるっていうことが、感情を感じ切るっていうことなんですね、うん、これよく誤解してる人が多いですね。感情を感じ切ってるんですけど、よくわかりません、ポジティブになりたいんですけど、いやそうじゃなくて、まず自分の感情と一緒にいる時間を長くっつっても、それは2時間とかじゃないよ、もう本当に1分とか2分とか、まあ長くて3分ぐらいなんじゃない、そういうふうに時間を取ってあげて、自分の中で、ああそうだな、感じてるな、っていうか、おネガティブだな、不快だな、嫌だなって思いながら、その感情と一緒にいるんです。これって結構難しいことですね。だって人間って不快なことって嫌いだから、不快になりたくないんですよ。でも不快になりたくないって思えば思うほど不快になっていくのが、この感情の難しいところだから、逆にこの不快なところに入っていくんですね。あー不快だな、不快だな。でそうするとね、自分の中にあるこうモヤモヤしたこう黒い感情の塊みたいなのがね、一緒にいて意識を向けてあげると、だん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 その黒い色が灰色になり、灰色が薄い灰色になり、薄い灰色がだんだん白になって、そのうちこう消えていく、こう黒い塊がね、こう空中分解してサラ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 って溶けていくような、そういう感じが出てくるんですね。しっかりと感じきることによって、そうネガティブな感情というのは取り除くんじゃないの、溶かしちゃう。なぜ解けるのか、それは自分がそのネガティブな感情と一緒にいる、これってね、愛なんですよ。あなたの愛なの。ネガティブな感情に愛を送るんです。あ、その愛を送るって、なんかネガティブな感情にこうビーってなんか愛のエネルギーを送らなくてもいいの。一緒にいるだけでいいんだよ。一緒にいるだけで、それだけで愛なの。お母さんが子供と一緒にいる、これだけで愛じゃないですか。だからネガティブ感情と一緒にいてあげるだけで愛なんです。で、その愛のエネルギーにネガティブな感情が安心してほっとして、はあ、ああ私のこと見てくれたんだなってネガティブな感情さんが思うと、サラ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 ってまるで空中にね、こう溶けていくかのように消えていくんです。これがニュートラルな状態。そしてニュートラルな状態になってから、ポジティブなことをやる、好きなことをやる、ワクワクするようなことをやると、エネルギーが上がってくるんですね。よく言うんですけど、いきなりギアをポジティブに変えないでね、ネガティブな状態からギアをガッてポジティブに入れるとグッて苦しくなるから、ネガティブな状態になったら一回ギアをニュートラルに入れて、あ、これ車の、ギアの例えなんだけれども、ニュートラルに入れて、それからポジティブにドライブかけていくっていうのがいいの。この段階を経るってことね。 1,2 っていうね、いきなり1ってポジティブにならない、ネガティブな状態からポジティブになるんじゃなくて、ネガティブニュートラルポジティブ、ネガティブニュートラルポジティブ、ネガティブニュートラルポジティブっていうことをやってみるってことなんですね。はい、だからちょっとね、今日は簡単なんですけども、ちょっとワークをしてみましょうね。なんか最近モヤモヤしたりとか不安とかそういうのがあったら、ぜひね、今自分とじっくり一緒にいてあげてくださいね。こう手を合わせながらね、ありがとう、生きてる、私生きてる、大丈夫って自分に言ってあげて、そうで、ハグマイセルフもしてみましょう。ハグ、自分のことハグしてね、あ、大丈夫だよ、生きてるよ、私本当に生きてる、ね、ネガティブに感情になるってことは生きてるんだ、ダメなことじゃないんだ、悪いことじゃないんだ、安心してねっていう風に自分のことをハグしてあげて、さらにそのモヤモヤしてる場所、例えばお腹とか胸とか、どこモヤモヤする、モヤモヤしてる場所に意識を向けて、大丈夫だよって、うんね、時間を取ってあげてくださいね。このリーチューブ終わった後3分ぐらい、ぜひ時間取ってあげて、一緒にずっとこのまま時間取って3分こうやってやってあげたいところなんだけれども、うん、でも僕はあの今やり方だけ教えてあげるからね、うん、で大丈夫だよ、安心してねっていう風に自分のネガティブな感情さんに、エネルギーを送ってあげて、そう大丈夫だよ、でそうするとファーってね、こうファーってこう溶けていくような感じがあるかもしれないね。で、ぐーってまだまだグツ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 、なんかこうネガティブな感じがあるんだったら、もうそのずっと一緒にいてあげて、もうちっちゃい子供がだだこねてるような感じなの、やだ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 とかっていう風に言ってる感じなの、それを大丈夫だよってあやしてあげて、一緒にいてあげるだけで、ほら子供も泣き止むじゃない、自分の心の中にそういうちっちゃい子供がいるようなイメージよ、大丈夫よ大丈夫よ大丈夫よ
よしよしよし、行こう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 っていう風にやってあげると、ネガティブさんはふわっとね、消えて、さらにネガティブなこともポジティブな愛だったっていうことに気づくことができる。これちょっと深い話になるので、ね、この YouTube でちょっとお話しませんけれども、もしそんな感覚があったらいいなと思いました。ということで今日は大安心デラックスということで、12月に向けてね、またエネルギーを変えていく、そのエネルギーを変えていく状態を作るためにね、自分の基盤を作るような感じだよね。ポジティブに行こうって思っててもなかなか行けないっていう人のためのこう基盤作りとして、大安心デラックス、ネガティブな感情さんとのお付き合いの仕方をお話しさせていただきました。あなたは絶対大丈夫。はい、ということでこの YouTube 面白いなと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。僕の公式 LINE、 それから僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクールの公式 LINE も貼ってありますので、ぜひ登録をお願いいたします。それからコメント欄ね、ぜひ書いてください。全部読んでますので、コメントしてね、コメント書いて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 ください。今日はどんな感じがした？ネガティブな感覚と一緒にいてどんな感じがしましたか？ポジティブな感じに切り替わりましたとか、ちょっとまだなかなか難しいですとか、もう何でもいいからね、全部僕に教えてください。はい、ということで今日の YouTube を終了していきます。見ていただいたあなた、愛してるよ。せーの、リュー、またね、バイバーイ。皆さん見ていただいてありがとうございました。人気動画はこちら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。 LINE の登録も忘れずに。それでは皆さんご一緒に金運流上爆上、ありがとうございました。